はい、えー、ではね、えー、次のね、えー、展示、えー、について紹介していきたいと思います、えー、藤倉麻子さ,さんの個展ですパラダイス・フ、え、ォー・フリ、えーカム・アンド・パンク・ギャラリーということになりますね、えー、こちら紹介していきたいと思います、えー、っとではですねまずですねウェブサイトの方から確認していきましょうはいこちらですね、えー、っと藤倉麻子さ,さんねこういう感じを書きますねパラダイスですねパラダイス・フォー・フリー うんまあ、自由のためのパラダイスっていう感じですけど、フリーですからね、ちょっとどうでしょうね、リバティではないですからね。えー、っと、まあまあこれテキストが書いてあって、えー、っと、まあ大学の時ね、えー、っと、あまあ工業製品とかそういうものを 3D 空間に置いていくっていうような作品を作ってますよっていうことが書いてありますね。 えー、それから、まあ、藤倉の第二の原風景である楽園って書いてありますこれどういうことかちょっとわかんないですけど、まあ、ペルシャの話かな、えー。まあ、イランあたりですよね。あのあたりの話ですかね。えー、っと、まあ、で、楽園を描いているんだっていうことを書いてありますね。はい。で、えー、藤倉さんが、偏在する姉クメねって書いてありますね。あ、ごめんなさい。えー、っと、これはね、中尾拓也さんですか美術評論家って書いてあるんですけど、の方がし、えっと、 えっとねはいはいでまあ,あのこの 3DCG のものっていうものは、えー、っと2次元平面で中から、ね、3次元でえー、っとそれはまあ存在とうんうんうん存在と、まあ、非存在っていうかな核、えー、実存の空間と非非在の空間の境界を行き来する場所をがすなわちパラダイス・フォー・フリーであるっていうふうに、えー と言ってますねでその2つの空間実在の空間と被災の空間の間をにある引力と積力から生じるその領域を人は歩くことができるのだろうか、えー、で藤倉は偏在する実在と被災の場所を巡る道のつながりを解きながら何度も結び直すのであるというふうに書かれてますねはい僕は当然違う解釈をしてますよ <laughs> 大丈夫 安心して藤倉さんはどういうふうに重要かっていうのを言いますのでこれは僕あの今日のメインかもしれませんはい、えー、東京外国語西アジア家庭ほそんな名前なんだ外国大っていう選択ってなかなかね面白いですよねあのペルシャ語専攻なんですね、えー、芸大のねメディア専攻卒業してますよと、えー、ということですね メディメディア芸術祭に専攻されてるんですね。うんうんうん、まインスタグラムとかウェブサイトとかあるんでね、えっと見ていただけたらいろいろいいと思いますよ。あのインスタグラムでも、ね、かなり、えっと、見れました。はいじゃあ、えっと、ね展示見ます。えっと、ねカムパンクエレって、ね、ややね場所が分かりにくいんですよ。えっとね、えっっととね一番近いのねスノーコンテンポラリあるでしょ。あのー から近いていうかね、まあ、すげえ簡単に言うと、青山霊園の、ね、横なんですよ。ただ、横なんだけど、青山霊園、でかいから分かりにくいよね。あのね、まあまあ,あのそう、そうなんです。ちょっと分かりにくいんですけどね、場所。まあ、まあ、青山霊園の近くです。あの青山霊園からすぐの場所、うん、ですね。はいということで、まあ、ものすごい天井がね、ボーンと高い空間なんですよ。で、えっと、こういうね、こうなんかあの、これね、音出てないですよ、特に。 えこういういね、えー、これこれはもう完全に立体自分で作ってます。これね、えー、このな、なんていうの、この、あのよくあの夕方になったら音とか鳴るやつね。うん、あれですね。あのちなみにあの夕方にあの5時ぐらいに音鳴るじゃないですか。音楽流れるじゃないですか。あれなんで流れるかっていうと、あれなんか毎日ちゃんと緊急時になるかどうかっていうのを確かめてるらしいですね。 別にみんなで音楽を聴こうと思って流してるわけじゃないらしいですよ。それ聞いてなるほどと思ったっていう記憶が今よみがえってきましたけど。うん、あとこれはあ,あれですよね。あの工事現場用のライトですよね。あの強いやつね。バーンって当たるやつね。で、ここに植物があって、でさっきね、えっ、ー、とフラッシュっていう、えー、ユーカリオでの展示もあった竹雄のカラーですね、えー。があると。で、これか,あのかなり上,上ですよ。ここは入り口ですから。 えーと2メー,ー5 0ぐらいのところに、から、ここが2五5 0ってことね。えー、から、あと上にプロジェクションされてるんですね、映像が。まあまあ、だからこのさ映像が、まああ、まあ、メインちゃメインって感じかな。そう、こんな感じですね。風景としてはね。 でね、ここ、これなんかね、あの、すごい作り物の椅子みたいなのがあってね、一応ここに座ることができるんですね。で、ここになんか、これ何なのかよくわかんないけど、こんな黄色ふんよんふんよんふんよんってここがあるでしょ。これ。これは、これ、ここにも座っていいんだって。ここに座ったら、まあ、向こうの映像が見れるみたいな。じゃあね、ここの、こ,これ座ったら何が見えるのかって何にも見えないの、これ。この椅子。いい意味ないの、これ。あの、どうぞ座ってくださいって言われたんだけど、<laughs> これ座って何、何見るんだよと思ったんだけどね。あ、映像ちょっと僕撮ってますね、これね。ここからはね。 さすがに動画は撮ってないですけどねこういう感じなんですねまあちょっとね何者かよく分かんないやつがねあのいっぱいいるんですねわざわざ 3DCG で作ってるのねあのね繰り返しは多いのよ繰り返しは多いかなり同じものがたくさん出てくるっていう 3DCG ではある で質感もねな、なんていうんだろうね、3DCG っぽいっちゃ 3DCG っぽいんだよね。まあどこにもない空間ですよね。を作ってることは確かですね。あで、こうやって見るとね、ちょっとね、パンク、サイバーパンクなイメージあるかもしれないけど、サイバーパンクなイメージは全然ないです。あの、そのものから見るにね。多分、彼女はおそらくそういうものからほとんど影響を受けてないんじゃないかと思う。 ただ、そちらから読み込む方向はあり得るでしょうね。うん。すごくあり得ると思う。あの、その砂漠の比喩みたいなのも、あの、ちょっとパンクですよね。サイバーパンクっぽいよね。あの、都会じゃなくて砂漠っていうのもサイバーパンクの一つでしょう。だと思いますよね。まあ、こう、紐があったりもするんだけどね。うん。でね、これ <laughs>、これなんだよ。あのね、これ、どこから取ったかっていうと、 さっきの緑の椅子あったでしょあそこにとあのね座るとね、このね、よくわかんないタイルみたいなやつがね、タイルでみたいなやつがただただこれを眺めるだけなの。こいつを眺めさせられるだけなの。あれよし。あれちょっと待ってね。オッケーよしうう。そうそう。これを眺めさせられるだけなの。ね。<laughs> めっちゃ近いですよしかもすんげえ近いの何メートル何メートルもないんじゃないかぐらいよ1メートルぐらいの距離で見せたらもうそういう作品ですねでその上になんかこういうかよくわかんない丸いボールが乗ってるんですよ <laughs>、はい、まあそういう展示、はい、でこれはねその椅子から座って上をこうピュッと眺めるとこう紐がねギューっとこうあるんですね あこれですこの紐です、僕が今った、っだから僕がさっきここに座ってこれを眺めてたわけね。1m ってことはないか、1m50 ぐらいね,ね。ここからこうやって眺めるわけ。で、こう上を見たら紐がピヨーとこうあるわけね。でここはなん,かこうなんかコンクリートのなんか蓋みたいなのがいきなりあったりするんだけど、これもよくわかんないです。ねはい まあ全体こういう感じの風景ですね。まあ結構こう複雑なあれなんですよ。3DCG 作るんですよ。これ椅子ですね。はい。で、ここにも座れますよってやつですね。で、これなんかの 50kg 50って書いてあるけどね。このあの、えー、とこういうの、こういうの、なんていうんですか、あの、船止めるやつですよね。船のあの止めるときに紐をこう引っ掛けるやつね。これなんだったかな。これなんか地面に置いてあったのかな あれこれどうなってんだろうあ、これ壁にかけてあるんだな。絵がな。え、プリントが。うん、まあまあ、こういう感じ。3DCG の空間がリアルに来たみたいな感じですよね。うん。こういうなんか石みたいなのね、作るのが好きみたいな。これね、これはね、あの、ここ,こにね、長細い映像があるでしょ。これディスプレイはめ込んでるんですけど、あのね、えー、っとね、これね、あのね、沿岸部にね、 こ,この、この、この、これね、これの大きいやつね、おっきい偽物の石、ピンク色のを置いたんですよ。しかもそれがなんか牢屋みたいなのに入ってるやつを置いたのね。まあそういうことをプロジェクトはやってたんですね。その映像ですね、これはね。で、これはその牢屋っていうかね、金網に入ってる、えー、とプリントですね。うん。これ、なかなかかっこよかったですね、展示も。はい、壁塗ってね、こういう風に。 うん、これが石ですね。まあまあ明らかに作り物って分かる感じの石ですね。あこれまあ、えー、っと、作る過程とかですね。だからその、なんかの枠とかを作る過程とかを映像で見せてるんですね。えー、っとまあ、だからこれもすごい工場地帯ですよね。これ、ちょっとどこだったか忘れちゃったけどね。あの、これもね、あの、あれですよ。インスタグラムに、彼女のインスタグラムに載ってます。ね、これいい映像ですよね。ここにこう、ばーっとね、このあの、船を下ろすやつね。 あれがバーッとあってね、すごいいいですよね。えっと、まあそんな感じですね。はいでね、これね、えーっとね、どの映像を見せながらいこうか。えっと、これでいきましょうか。はい。えっとね、これね、あのね、えーっと、どうしてもね、我々の注目がね、どこに行くかっていうとね、ああ。 その映っているものあるいは置かれているものの方に、えーとですねえー、視線がいってしまうんですね、えー、つまり自分自身ではなく相手の方です、ね、に、えー、と意識がいってしまうんですよつまり相手は実在しているのかあるいは膝なのかっていうねそういう問いの方に引っ張られるんだけどただ実は重要なのはですねこれはですね明らかに彼女の 3D 映像に特徴的なのは、えー、カメライなんです。 カメラ愛が極めて特徴的な動きをすするんですよ、えー、これがおそらく彼女の確信、あのー、作品の核心です。えっ、ー、とですね、ありえない、ね、動きをするんですよ。つまりね、人間に、あちょ実はね、ただね、それが、ね、すごく滑らかな動きをするので、あんまり意識されないんだけど、かなり奇妙な動きをするんですね。えっ、ー、とね、一回、わーっとす、すごくよくあるのがね、一回、わーっと進んだ後にね、 かなり速度を上げて、ね、ギューッてっ戻るんですよでまた違う方向に行くの。でその後またねギューって他の方向にギューッとこう戻るのよ。つまりね引くっていう時にねビューッとこう速くなって進む時に歩くように進んでいって引く時にギューッとこう引くのよ。このねあのね僕はねこの速度つまりカメラ愛の速度っていうことの問題がものすごく重要なんだと思う。 そのカメラインの速度を操作することによってその緩急によってねえっ、ー、と 3D やあるいはあるいはこの実際の空間で、ね、リアルの空間の物理物理的なものもの自体って言っちゃってもいいと思うんだこれもなもはやもの、えー、自体をおーおーについての問いを投げかけていると思うでえっ、ー、とね <laughs> はいといととうことですねでこれちょっと僕が書いてるノートをちょっと読んでみようかあのねえっとね実在とあ偏在する実在と不在っていう言い方をね、えー、彼女はしてるんですねしかしねこういうふうに考えればいいと思うね偏在する実在と不在は偏在する実在と不在は偏在するわかるかなつまりこういうふうにねくる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 ね回転してるんですよ常に回転してるんですこれはだから即時かつ退治みたいな感じね えまたヘーゲルだ。ね。えー、のような形で、ずっと自己言及的に回っているんだと思うんです。偏在しているということ自体が実在と不在であり、実在と不在自体という、不在ということ自体は、すなわちそれ、えー、偏在するということなんですよ。わかりますかね実在と不在の定義は、偏在するということなんです。偏在ということ自体が実在と不在なんです。これ、イコールなんです。おそらく、この自己言及性のをどうやって、 えー、同時にですねこれ同時に示さないと意味がないですから、えー、示すかっていう時に彼女は、えー、その庭っていうようなものとかねた例えばだからペルシャの庭とかね、えー、あるいは移築っていう概念移築いやあの移す移して建築するっていうような概念を使うわけだけど、えー、多分そういうことを使うことによってその偏在というものを実在させるっていうかな。 あまあまあ、実在と不在イコール偏在を実在させる、えー、ということをやっているのだと私は思いますね。で、えっ、ー、と、じゃあそのね、3DCG の移動によってなんでそんなことができるのかっていうとね、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、結局ね、何が違うかって彼女が言ってたのね、彼女に話を私聞いたんですけどね、で、えー、言ってたのはね、あのね、3D と、3D 空間っていうのと、 あの実リアルっていうのは奥行きが違うっていう話をすごく知ってたんですよでその奥行きっていうものをどういうふうに考えるかっていうのは確かに重要なんですよ奥行きあの縦横っていうのはわかるでしょ縦横で奥行きでしょでね奥行きの発見っていうものがほとんど美術の発見美術が、ね、ルネサンスの発見でしょでその奥行きって何なんだろうっていうことです でちょっと違う言い方をするとね。<laughs> あのね、これはね、実はね、事故と他者の問題なんですよ。だから、えっと、3D 空間において奥行きが本当にあるのかっていうことはね、あれなんか俺、真面目に話し出したらなんかあれだけどな。視聴者数が減ってきたけど、まあ、でもこれが一番面白いところでしょう。で、もういい。俺は気にせず話すぞ。あのね、<laughs> あのね、えー、っと、<laughs> えーっと、 つまりね、3D 空間でね、何がね奥、奥行きがあるのかないのかっていうのがすごく我々が不安になるのは何でかっていうとこれはですね、我々が見てる方向からはですね、えー、そのもの自体っていうのは見えているんですよ。だからつまり実在してるんですよ。しかしですね、もしですね我々、我々じゃなくて他のやつがですね、反対側からそのものを見たときにはそのものって実在するのっていうことなんです。それが極めて不確かでしょ。だからね、何でもいいよ、今。 えーっとねじゃあこのペンねこのペンがあるじゃないですかこのペンが実在するということの証明というのはですね実はですね私がこちらから見ていることではなくてこちらから見ていると同時にこちらから誰かが見たとしたらこのペンは同じように存在しているのだということによって初めてこのペンの存在は実在になるんですねこれが奥行きの問題なんですなんだけど 3DCG 空,空間 3D 空間まあ,まあ CG 空間においてはねえー、っとその 別の他者の視点っていうのが向こう側になきゃいけないからこれは実在しているのかどうかっていうのは極めて不確かになるわけですつまりそこに奥行きがない可能性があるんですということなんですよねだと思うわけですよね、えー、だからじゃあその時に何を操作しなきゃいけないかっていうと我々はその同時にね同時に同時にこのペンをこのペンを 我々私がこちらから見ていると同時に向こうから見る可能性もあるんだ向こうから見えるっていう可能性も担保されているんだっていうその時間性において初めてですねえっとこのペンの実在性は担保されているわけですからその時間をいかに操作するか極めて重要なわけですよだからカメラアイのこう緩急によってえとですね時間を操作していく必要があるということをやっているんだというふうに私は思うわけですねというふうにまあ僕は思うと思うね だからその速度によってじゃあ何してるのかっていうとね何してるのかっていうとここはねえっとちょっとこれ数学的な説明が必要になるからまああのちょっと飛ばしちゃうけどあのあのね簡単に言うとね要するに速度を操作することによってですね奥行きを微分できるんだと思うんです微分積分できるんだと思うんです。あの速度ってその時の速度って接点で出せるわけだから。 かるあの数学やった人だったら分かるけどそうでしょ接点であの要するに微分すれば分かるわけでしょでその後に奥行きのえとある程度担保された奥行きつまりここからここまでの奥行きあるいは向こうからここまでの奥行きっていうものを積分していけばいいわけですねそのためにはこれ速度の操作が必要じゃない <laughs> ねわ分かるかなこれ,これこれ数学やった人だったら分かるだからこう,せこうギュンギュンとこういうふうに操作することによってつまり時間性をそこにですねえと入れることによって 微分積分積が可能になるんですよ速度の操作によってわかるね,ねそうでしょだからそうやって速度を調整することによって微分積分をリアルにあの落とし込むっていう操作を僕はやってるんだと思うのね多分ねねだからこれねだから彼女すっごい難しいことやってると思うよあの難しい難しいっていうか 3DCG におけるそのライプニッツ的なことをやってるっていうかな あのだと思いますねね私はね、うん、でもちろんそこには時間の問題とかが入ってくるからハイデガーの問題とかも入ってくるしその視点っていうかねその実在みたいな問題っていうようなところに入るとドゥルーズの問題が入ってくるよねだからドゥルーズが一番入りやすいんだと思うん、ね、で本当はねあの彼ももちろんそのライプニッツからの影響であの微分っていうのを言ってるからねあのだと思うんだけどねえー、ということだと思いますねええー、はいな,なので彼女はねすごくねグローバルに活躍できる作家だと思いますよ 本当にあの。すごく面白いと思うね。イランで、イランで、イランというか、ペルシャ語が通じるところで、どれぐらいあのアートマーケットがあるのか分からないけど、そういうところでもぜひ活躍してほしいなというふうに思う作家ですね。はい、すいません、ちょっとね、えー、っと、ノリノリで喋ってしまいましたけどね。えー、っと、僕は、あの、まあ、ちょっとね、これは相当面白い作家に出会えたなというふうに思ってます。 ただね、これからどういうふうに展開していくかっていうのは、なかなか難しいといえば難しい、えー、と思うので、えー、っと、そうね、うん、あの、これから注目したいと思います。うん、あの、楽しみにしてます。またね、展示はね、ぜひ見に行きたいと思いますので、えー、っとね、えー、その際にはね、またね、紹介させていただけたらと思います。はい。えー、ということですね、藤倉麻子さ,さんの個展、パラダイス・フォー・フリー。 カムアンドパンクギャラリーでした、えー。ありがとうございました。皆、えー、さん、ぜひ、えー、いいねおよび、えー、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。